ます。久保です。今日はね、こっちの方に向けて、ナイトライダーの特徴的なインパネっていうのが見えないんですけども、一緒にドライブしてるつもりで見ていただければと思います。声が聞こえにくいかもしれないですよね。今オープンカーにしてるんですよ。ティーバールーフを開けて、で朝7時ぐらいなんですけども、この時間でしたら日差しも強くないですしね、とっても気持ちいいですね。やっぱりこの開放感、サンルーフとかでは味わえない開放感があります。で同時にですね、ガソリンの匂いがむちゃくちゃするんですよ。アメ車の排気量 5700cc のガソリンの匂いがブンブンして人間臭さがありますよね。で信号待ちしてるとこの辺のね、気軽に人にもこう手振っていただけたりとかね、目立つんですよね。はい、それでこの音が大きいでしょ。この音の大きさを一緒に感じていただければと思うんですね。で温度計今78度です。走り始めて5分ぐらいしか経ってないんですけども、すでに温度が上がってきてですね、でこのキルキルキルって音するじゃないですか。この音が何なのかなってのをよく分かんないまま走ってるんですよ。ですので怖くってね、そんなにたくさんは走れないんですけども、何なんでしょうね。これは他のナイトオーナーさんにもこういうの音あるって聞いてみたいんですけども、でもこれ 2,30 分走るとしなくなるんですよ。要するにギアが安定してくる頃にはしなくなるんですよね。このエンジンがキャブレーターエンジンっていうらしいんですよ。私もあんまり調べてないんですけども、今の電子制御のエンジンとは全然違って、ガソリンをですね、効率的にエンジンルームに送るっていうのではなくて、もう本当に乱暴にバンバン送ってるような感じだと思うんですよ。ですんで燃費も悪いし、音も大きいし、それから匂いもすごくするんですよ。ガソリンのように匂いがガンガンしますからね。ああ、アメ車が来たなーっていう風に思えると思います。まあでもね、これ気持ちいいですね、このね、開放感が。うん、いやー、やっぱりこうアメ車っていうのは一つの、日本が高度経済成長期に憧れだったんですよ。私もね、幼い頃って、今ヨーロッパ車とかベンツとか BMW とかアウディが、あとはねアルファロメオとかが主流なのかもしれませんけども、やっぱりねこのアメ車の武骨さといいますか、力強さっていうかね、もっと言ったら乱暴さというかね、この適当さがなんかいいかなと思います。アメリカのロックとか音楽とか 50s とかね 60s も、とってもね私にそう染み入るっていうかね、ツイスト&シャウトとか大好きなんですよ。で最近また思い出したんですけど、フットルースっていうダンスのねケビン・ベーコンさんが出てる映画がなんかリメイクされたってのを聞きまして、ちょっとそっちも見てみようかなと思うんですよね。やっぱりアメリカの何もかもがいいってわけじゃないんですけども、もしねアメリカ文化に興味があったらアメ車とか映画とか見てみてもいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、では3分過ぎましたね。3分過ぎると何が起きるかっていうと、これ iPhone で撮ってるんですけども、アップロードにむちゃくちゃ時間がかかる境目が3分なんですよ。ですので一旦止めようかと思います。後ろトラック来ましたね。はい、ちょっと失礼します。